コミックマーケット77にて美少女着ぐるみはマスクとキャラクターの衣装を用いてアニメや漫画のキャラクターを表現するコスプレの一種。海外ではアニメが着ぐるみ、着ぐるみの通称も存在する。ドキドキ。プリキュアのキャラクター賞用着ぐるみキャラクター賞で用いられる人型キャラクターの着ぐるみの構造を元にしキャラクターの頭部を再現したマスク、キャラクターの衣装。 素肌を隠すボディスーツを着用する。また愛好者をドーラーと呼ぶ場合もある。日本で小規模な活動が行われ、2005年頃から欧米をはじめとした海外でも注目されることとなる。通常は女性の人間キャラクターを再現する場合が多いが、男性キャラクターや妖精、ロボットといった人間以外のキャラクター、オリジナルキャラクターを演じる場合もある。主に、 肌体と呼ばれる肌色の全身タイツといったボディスーツとマスクを着用することで元のキャラクターの外観を強く再現することができ、マスクは主に FRP、または粘土で作られ男女を問わず用いられている。一般向けに着ぐるみ制作を代行する業者も存在し、一部のコスプレイヤーは専門の業者からマスクを入手している。 美少女型の着ぐるみ製作を代行する業者は2018年時点で日本国内に6カ所ほど存在するほか台湾やアメリカにも存在し主要な例としては日本の業者でオリジナルデザインのスカラダを元にしたウィック瞳パーツのカスタマイズによるマスクを13万円からまた台湾の業者でフルカスタムのマスクを約13.1万円ほどからの受注を受け付けており 代行業者によるマスクの平均的金額は10万円から20万円ほどとなっている。このような着ぐるみは主にキャラクターショーやコスプレイヤーが用いるが、この他 DJ のももちみなみやファッションモデルの橋本ルルが取り入れているほか、ウェイトレスが着ぐるみを着用する着ぐるみカフェの試みも行われている。ありがとうございます。